アメカ合衆国の作曲家、ピアニスト。自助伝、音楽の悪クドバットボーイオブミュージックにおいて、ユダヤ系ポーランド人と出自を自称しているが、事実はルター派を信仰する、ドイツ系ユダヤ人の家系であった。本名、ゲオルク・カール・ヨーハン・アンタイル。ニュージャージー州出身。当初はもっぱらヨーロッパにおいて、演奏会ピアニストとして、経歴を打ち立て、1920年代には、 友人エズラ・パウンドの愛人、オルガラ・ジと、しばしば演奏旅行を行ったが、やがてストラビンスキーに強く影響された前衛音楽の騎士として知られるようになった。最も名高い作品は、1926年のバレーメカニックであるが、これは演奏会用に寄とされた作品であって、曲名に反して舞踏音楽としては作曲されてはいない。この曲において、 踊り子を演ずるのは機械であり、電子ブザーや航空機のプロペラといった部品が含まれていた。この作品は、初演において、騒動と評論家の非難を巻き起こしたが、一部からは評価された。1930年代になると、アンタイルの作風はより伝統的になっていくが、同時に作曲家として、成計を立てていくことが難しくなり、たびたび映画音楽の作曲や、 雑誌への記事投稿などでここをしのいだ。一例を引くと、内分泌学の研究が趣味だったので、エスクワや死に打ち分泌線に関する一連の論文を寄せている。自伝、音楽の悪道は、成功作で、精細に満ちた、娯楽作だが、体験談については、必ずしも事実として受け入れられるわけではない。1940年代以降は、 オペラや映画音楽の作曲家として引く手あまただった。1959年にニューヨーク市にて高い。制裁ボスキ夫人との間にピーターを設けたほか、愛人との子、クリス・ボーモンとも残した。後にクリスは認知を求めてピーターと争ったという。1942年に美人女優としても有名だった発明家のヘディラマーと周波数ホッピング拡散スペクトラムを 共同開発しており、これが現在の携帯電話無線 LAN の技術へとつながった。ありがとうございます。